です。ゆらりです。ゆめかです。ゆこです。ピンク。ラテ。ティー。始まるよ。イエーイ。はい。今日はゆめゆめランドにやってきました。はい。年ぶりだ。年ぶりだ。ね、まあ一昨年だ。今年だ。今年の夏に結構前。うん。なんか懐かしい。エコユナが初めてか。そうだね。人生で初めて。人生で初めて。おおめでとう。今年も今からいっぱいアトラクション乗っていきたいと思います。せーの。でもあれだよ、ミルキーウェイも結構まだ閉まる、めっちゃだよ、ミルキーウェイ。私ブランコも苦手なんですけど、でもありがとう。え、なんで乗ってるの？乗りたくなっちゃったけど。え、これ大丈夫？鮮やかにきらめくミルキーウェイスタートです。鮮やかにきらめくミルキーウェイスタートです。スタート。あ、浮く、浮いてきた。やだ、浮いてきたよ。やー、待って、怖い。やー、待って、待って、やばい。あ行きがちだから、なんか観覧車来たらなんか寂しい気持ちになる。そうそうそう、しんみりしちゃうんだけど。しんみりって言ったらね、ゆらりちゃんの。しんみりって言ったらゆらりちゃんなの。もうそろそろね、卒業されてるんですけど、くりももちゃんが卒業した時にね、ダメージ大きかったから、そうゆらりを卒業する前にもう覚悟決めて目標とか立ててやってるんだよね。後悔しないように。ゆらりもひめかたちも、ゆらりが最近いないことが多くって、ひめかが4人とかでまとめる時にゆらりとかくりももちゃんがやってたことの大変さとか、そう、わかるよね。どんどん
大人っぽくなってるなって思う。でも卒業式泣かないって決めてるんですよ。ゆらりが悲しいじゃないですか。私泣かないって決めてるんですけど、多分泣いちゃうですね。来年はね、一番最年長だから。そう、自分の卒業式も泣かない。ゆらり卒業してだんだん先輩チームになってくじゃん。それにつれての目標はありますか？先輩方が抜けていくと、なんかやっぱ姫香ちゃんみたいにネタやる人とか、アリアちゃんみたいに食レポうまいとか、エコちゃんだったら何でも着こなせたりとか、そういうのがなくなってちゃうんだなとかって思うから、先輩のやつも全部吸収して自分がそこの役になれたりなとか思う。ゆらり卒業はその焦りが一番大きい。そうだよね。みんなのおかげだよ、姫香の成長は。最初の動画から見てると、やっぱ場のまとめ方とか、小学生ですよ。大丈夫ですか、こんな大人っぽいこと言ってて。今日は卒業遠足ということで、夢いるランドにみんなで来たんですけども、1年前来たこととか考えると結構感慨深いものがありますね。怖いわ。ちょっとエコちゃん全く違うこと言ってる。この3人のエピソードとかありますか？この3人のエピソードか、割と落ち着いてるかも。エピソードですか？結構そんなわちゃわちゃしないじゃん。割と落ち着ける感じじゃない？エピソードじゃないけど、マイペースは3人だね。特にエコシがマイペース、本当に。だってさっきもさ、卒業についてちょっと話したり、こっからの景色怖い。ゆらりのしてきた努力はさ、何したんだろうって考えなくて もうとにかく何かしたんだろうなっていうオーラがある。一番最初入ってきていた頃からずっと言ってた夢を叶えたのがすごくない？ずっとダンス&ボーカルのグループに入りたいって言ってた夢をちゃんと有言実行、大人になったら叶うと思ってました、うん、将来の夢的なことだったら。もうこの前ジェニックのライブ行ったんですよ。オーラがすごかったです。いやー寂しいな。なんかゆらりの話しかしてないよ、今。うちゆらりで一周行けたね。もう一周する？3人もゆらりの話してるかもよ。うん、そうだよね。扉を開けて無線を取り出します。緊急時がどうしようは、緊急時にドア開けたら大変なことになる。雪だるまがお送りしたいと思います。雪だるま作ろう。はい、私のゆらりちゃんのエピソードです、はい、第一印象はなんか細い目が大きい子だなと思って、そう、あとジェニックとしても頑張ってて尊敬できました。私たちはどうですか？アリアは大登場だよ。やったー。ソーリー、ごめんなさいですよ、エゴシ。アリアは初めて会った時はアリア何にも喋んなかったんですよ。ただひたすらぼーっとどこかを見つめてるだけで、この子はどういう子なんだっていう風に思ったんですよ。ただすっごい可愛くてお人形さんみたいだなって思ってたのが第一印象で、なんかでもそっからはちょこちょこキャラを崩壊し始めて、急にめっちゃ喋るようになって、アリアってこんな喋る子なんだっていうのは思いましたね。そしてとても心優しくて可愛らしい子です。エコさんは、まあ、大人しくて大人っぽい子だなって思って、中1には見えないって思って。今もそうですね。自分で言うな。今はっていうか、どんどん関わっていくとおかしなところがたくさんありまして。ありません。楽屋で一人でクスクス笑ってたりとか。笑ってないです。すっごいフィーチャーの部分がいっぱいあるんですよ。そしてとてもマイペースで、なんか結構細かいところをちゃんと見てくれてるなとは思いますね。撮影とかで、あ、ちょっとここ何しますかとか、そういう気遣いができたので素敵だなって思います。ありがとうございます。ひめかは第一印象は細っって感じ。細いよね。いや、第一印象お嬢様みたいな。マジそれなの？めっちゃお嬢様だったんだけど、喋ったら結構プラペンみたいな感じで面白い子だなと思いましたね。そして結構気が合う部分とかもたくさんあって、話し合ったりとかいっぱいしたんですけど、あとは姫香はスイッチの切り替えがとても上手だなって思います。ユナはとにかく可愛いみたいな、私のことを尊敬してくれてて、たまにホームが私だったりとかするんですけど、あとは負けず嫌いで一生懸命です、他人に対しても。みんなに言いたいことは一言で伝えると、ありがとうです。ありがとう。バイバイ。ナイスです。え、何この締め方。お疲れ様でした。めっちゃあっという間でした。ちょっとバカ。ありがとう。はい、これでユミールランドの動画は以上になります。2年ぶりのユミールランドとか、初めてのユミールランドとか、それぞれの思い出の詰まったユミールランドだったんですけども、皆さんどうでしたか？超あっという間です。おすすめのスポットも教えてください。もしこの動画がいいと思ったら高評価、チャンネル登録、通知をよろしくお願いします。バイバーイ。